皆さんこんにちは、あさひです。今日はですね、大量の服の断捨離をしていきたいと思います。実家にも見ずに過ごしていた大量のねお洋服があったので、それをねここ一つずつ仕分けしながら片付けていきたいと思います。皆さんは年末のうちとかにいろいろとお洋服片付けましたか？私家の方はね、自分家の方は去年のうちにもう片っ端からもう出して、でこんまりさんの人生がときめく片付けの魔法の通りにね、こうときめきを感じるかどうかをね感じながらブックオフに売ったんですよ。で今回はですね、またブックオフに売ったりとかこう捨てて処分するっていうわけではなくって、前からねすごい気になっていた古着でワクチンっていう、こういらないね自分の服とか物とかをこう送ると、世界の恵まれない子供にワクチンをこう寄付できるっていうサービスがあるんですよ。そう、それをねやってみようっていう風に思って、で今回はそのね古着でワクチンのお洋服をねこう入れて送る袋を購入いたしましたので、まあこれをねご紹介していきながら自分のね服を処分していきたいと思います。でこちらがですね、古着でワクチン専用回収キットっていうものなんですけれども、これを税込み3300円で購入いたします。でその3300円のうちから一口につき5人分のワクチン代が寄付されるっていう風なねことになっております。で中開けるとめちゃめちゃでかい袋が入ってるわけですよ。ほら、すごくない？てかこれ私入れちゃうぐらいの大きさだと思う。25キロまでだったらもう入れていいよっていうね。でここにも書いてありますが、お部屋と心がすっきり古着でワクチン。でこの送ったお洋服を仕分けたりとか、あとこういうね梱包、こういうのとかね、こう書類を入れたりとか、そういう作業を国内の障害者の方がお仕事をしながら手伝ってくれてるらしいんですよ。だから世界中の子どもたちだけじゃなくって、国内のこう障害者の方たちのお仕事支援にもなっているっていうことね。でこの服を暑い地域用とかこう寒い地域用みたいな感じでいろいろねこう振り分けていって、でそのお洋服が開発途上国でこう古着として販売されたりとか、誰かのね雇用の促進にもつながるっていう、こちらもねこうスッキリできるし誰かの谷目にもなるしっていう形のボランティアに近いっちゃ近いのかなっていうサービスなんですよね。でこの袋購入するっていうことで、まあ、3300円こう金額は出てしまうんですけども、だとしてもこうお家のお洋服だったりとか、まあ、小物だったりとかがこう処分できて、で誰かにこの循環するっていうのは私にはこうすごく合ってるなっていうふうに思ったので、そう今回はね2袋購入しました。自分の服だけで結構パンパンになっちゃうと思うから、それ以外にも家族のものをねこう入れる袋として2袋購入させてもらいました。ではねこれ入れる前にまずは選別ね。私の服大量だから。はい、こちらがですね実家に置きっぱなしにしていた私の服たちでございます。10年前ぐらいのものとかもねあったりするので、かなりこう歴史のね感じるアイテムたちとなっております。では一つずつ見ていきます。まずこれなんかの福袋で入ってた気がします。結構ちゃんとあったかいからね、これは寒い地域の方に着てもらえたらすごい嬉しいですね。これ本当思い出深い、このセットアップ、めっちゃ着てた昔。結構昔はね古着ばっか着てたんだけど、柄のねシャツと合わせてこのセットアップ着てたわ。いやでもちょっと心がときめくので一旦キープします。このピッカピカテッカテカゴールドのトレンチコート、わー、このタイトなね感じの服好きだったな。私が YouTube にメイク動画を初めて2008年に上げた時に着ていた服なの。ゴールドメイクっていうのをね一番最初に上げてるんだけど、今のチャンネルではないんだけど、このゴールドのトレンチに出会ってなかったら私のまず最初のねあの動画は始まってないし、なんなら YouTube やってなかったかもしれないっていうぐらい、私にとってはすごくすごく、思い出がある
トレンチです。これ着て遊んでたからね。昔の自分のセンス好きよ本当にありがとう、出会えてよかった。そう、こういう感じでね、こんまりさん方式で手放していきます。このね、コートもよく着てた。これは結構最近まで着ていた。今でも着れちゃうぐらいだけど。あ、すごいティッシュがいっぱい入ってます。やー、うわー懐かしい、着てた。もうとにかく柄が好きだったの私。今でも好きだけど、昔の方がより好き でさらにこのタイトなね作りがすごい好きだったので。あと昔ね、こう働いてた時のね、こういうスーツも結構たくさんあるんですよ。でスーツもやっぱりね、こういうタイトなピチッとしたやつがね、私は好きだったので、結構いくつもあるんですけども、 YouTube とまだ掛け持ちしながら働いてた時に、うん、毎日着てたものです。こんなピチピチタイトだけど、誰かこう着てくれる人いたりするのかな。これパンツとスカートと3点セットなんだけどね。で結構この服に穴が開いてたりとか、もう確実にめっちゃ汚いみたいなやつは寄付できないので、そういったのは取り分けていきます。でこれはユーフェスかなんかで着てたトップスですね。これもね可愛いんですよ。髪切ったらまたなんか着れそうだから、これちょっとこう、これも1回しか着てない辛いのワンピースなんだけど、こう可愛いんだよ。こう背中がね開いてるの、めっちゃ昔の GU だ。動画撮ったことあるんだけども、これもね可愛いんだよね。めっちゃ着てた夏。これとか一度も着てないや、ラグナムーンのかなり前のアウター。誰か着てくれますかいやこれも懐かしい、こういうの好きだったな。いやこれすらもう入んないかもしれない。見てよこのチャックの長さ。いやでもやっぱかっこいいな、かっこいい。このラインがすごい好き。あ、ちょっと取っとこうかな。着るかな、着るか分かんないけど、キープ。あーこれもよく着てた。ここのねまっすぐなラインが好きだったはっ、なんか分かんない、シールが出てきた。重すぎて半分破壊されているハンガー。ということで、イエーイ、開いた。あとはここら辺はハンガーにかけてないものゾーン、こういうねトップスとか。うわー懐かしい、今でもあんのかな、こういう襟だけインナー。こんなの送ったら壊れてるものだと思っちゃうかな。今回その古着でワクチンを頼んだ、まあきっかけになったのがこの中のものたちなんですよ。でどういう意味かというとね、 YouTube のトレーナーとか、ウーム所属の人限定のこういうウームパーカーとかね、こういうのが最近はないけど、年に1回とか年に2回とか結構こういうのをね、ウームが作って配ってくれてたんですよ。ですごい着てたんだけども、こうどんどんやっぱ量がねこう増えてって、で場所もね取ってしまうので、だからといってこう捨てるのはなんか自分的に違うなって思ってて、で売るにしてもめっちゃウームって書いてあるし、 YouTube って書いてあるから売りに行くって感じだし、全然このわからない海外の人だったら来てくれるかなっていうふうに思って、別にね物はすごいいいからさ、 あったかいし、まあ、なのでこのウームパーカーはね、こう世界中に羽ばたいていただこうと思います。これとかめっちゃ初期のウームパーカーですよ。最後着ようかな、これこれね、ユーフェスの T シャツとか YouTube の T シャツとかも結構あるんですよ、うち。まあ1枚あればいいかなということで、ここら辺も寄付していこうかなっていうふうに思ってます。はい、ということでここら辺全域が全て寄付させていただくものたちですね。入るのかこれ、ものすごい量なんですけどね。これがちょっともう汚かったので捨てる分で、これがキープする分っていう感じですね。じゃあね、とりあえず仕分け終わったので、あとはまあポケットの中だったりとか細かいところねチェックしつつ畳んでいきたいと思います。お洋服だけではなくって、こうカバンとか、あと靴だったりとか、そういったものも寄付できるんですよ。こう何でもかんでもねこう寄付できるっていうわけではなくって、その例えばこう下着だったりとか、あまりにもこう汚いものだったりとか、あと食品とか、まあそこら辺ねチェックしていただければなと思うんですけども、そういったものは入れれない。でカバンとかもね、ちょこちょこノベリティみたいなものとかが
残ってたりするので、こういうねYouTube のトートバッグとか、これもね1個だけじゃなくてね結構まだあるから、ここら辺も手放したいと思ってます。あ、硬いものが入ってる、なんだ、ミラー、わー、このレギンスもめっちゃ履いてた、大好きだったな。これ誰か持ってる人いるのかな。これあの私が一番最初に作った T シャツです。自分の唇のキスマークをプリントアウトして、これね、で当時のチャンネル登録者数をここにね入れてるんですよ。304,610の時に作ってますね。これを何も知らないどこかのね国の人が来てくれてたら嬉しいな。はい、ということでお畳終わりました。まあこの量だったら入るかもしれないですね。ちょっとさっきだったら無理かなと思ったんだけど、一袋には。で縦かける横かける高さが合計で160センチ以下になるように収めてもらう感じで、重さも25キロまでに限らせてもらうっていうふうに書いてありますね。でこの大きさで薄手のお洋服が約100着強入るらしいです。で結構なんかもう丈夫な紙に入れてるから、もう破れないと思いますみたいな感じで書いてある。で全部合わさるとかなりの重さになるので、玄関で詰めると楽ですって書いてありますね。まあ確かにかなり重いからね、2階建てとか3階建てで上の方で詰めちゃったら結構悲惨なことになると思って。じゃあ早速入れてみましょうか。これねちょっと楽しみだ、どのぐらい入るかな。では重いものから入れてきます。あるんですよ、ここのラインまで詰められますっていうことで、で線よりまだ10センチ近くあるのでいけそうかもな。はい、ということで全部きれいにね一応入りましたね。この線本当にギリギリまで入れました。サイズ感こんな感じです。横のサイズ私2個分っていう感じですかね。下持たないと、ね、いやいや、全然こっちの方がいいよ。重さ測ります。手離さないと、ね、手離して今中心じゃない。さすがワクワクさん違う。いやいや重さを測ります。ぴったり 24.85。 重さはクリアということで、あとは、3辺が160センチ以内、あとここね150センチ、サイズはクリアです。でこの上のところもちゃんとこんな感じで締まるので、最後テープを貼って完璧でしょ、問題なしのサイズでした。イエーイ。ちゃんとこれも着払いになってますので、袋代の3300円以外は、お金を払うものことはないです。この大きさでこの重さなんで、送料で言ったら多分一番高いくらいのレベルなんじゃないのかなと思うんですけども。はい、ということで今日は実家のね私の洋服を全てきれいに処分することができました。嬉しい。でしかもねこれがねこう誰かの手に渡るんだっていうふうに思うと、ただ単にこう捨てたりとか、ただ単に売ったりとかするよりもなんかこうワクワクするというかっていうのがなんか良かったなと思いますね。こう気になる方はねこう下のリンクよくよくチェックしてみてください。ということで、最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。